LM コルサはスーパー GT に参戦する日本のレーシングチームである。優勝を飾った2014年鈴鹿 1000km にてスーパー耐久で長年トップコンテンダーであった大阪トヨペットグループがスーパー GT への GT300 クラスへの進出に伴い同じくトヨタ系ディーラーチームのインジェングとのジョイントで2014年に結成されたチームであり、指揮体制は OTG 側が務める。2017年に二大体制になった際には、60号車は OTG 単独のオペレーションとなった。2014年は BMW Z4 で参戦。カーナンバーは60。ドライバーは6年ぶりの GT 参戦となった飯田明と GT300 のトップドライバーである吉本大輝という豪華夫人であった。この年の鈴鹿 1000km で、 早速、チーム初優勝を果たした。ドライバーツズランキングでは吉本が6位に、チームランキングでは5位につけた。2015年は、6十号車は、ドライバーはそのまま、レクサス RCFGT3 で参戦。また、前年参戦した、Z4 は、インジェングメンテナンスのセカンドカーとして、カーナンバー十一で参戦。ドライバーは、トヨタ系のエイプリルから遺跡のニッタモリオと、 7年ぶりの GT300 復帰となった脇坂薫1。しかし60号車 RCF は FIA のホモロゲーション未取得のため重い性能調整を課せられ10位入賞2回という結果に終わった。51号車号車は4度入賞で17位。2016年は60号車の体制はそのままに51号車は BMW Z4 GT3 から 新車のフェラー百 488GT3 へと変更。A ドライバーに、鈴木秋広を迎え、B ドライバーに、新田森が、C ドライバーに、脇坂香る一という婦人で臨むこととなった。開発の難航する RCF は、依然、ホモロゲーション未取得で、一度も入賞できずに終わった。51号車は3度入賞で、総合16位に入った。二千十七年は、 60号車の体制はそのままに、51号車は、フェラーリ 488GT3 から、レクサス RCFGT3 へと変更。A ドライバーに、エイプリルより移籍した、中山雄一を迎え、B ドライバーに、坪井翔という婦人で臨むこととなった。また51号車は、横浜からブリジストンへと、タイヤが変更された。ようやく、ホモロゲーションを取得した。 RCF は高い戦闘力を発揮し、第2戦富士と第7戦隊で51号車が優勝してランキング3位につけた。60号車も最高4位でランキング11位に入っている。2018年は51号車が96号車にナンバーチェンジし、加えて 86BRZ レースにも参戦してきた岡山トヨペットの K。 チューンズレーシングとジョイントする形となる。ドライバーはツボイに代わりニッタモリオ。60号車は、チーム側は変化はなく、ドライバーは2度の FIA 界4王者のルーキー、宮谷友が飯田に代わってドライブする。96号車は2度の優勝を挙げ、ニッタモリオが、高木新一に更新された、最多優勝記録を連続で取り戻す形となった。一方で60号車は、 第4戦隊の3位表彰台以外目立った成績は収められなかった。2019年は60号車は、ドライバーはそのままにタイヤメーカーをダンロップへと変更。96号車は、新太のパートナーに、坂口春南のコンビへと体制変更する。2020年は60号車はドライバーを、宮谷友に代わり甲の春優を起用。タイヤメーカーをミシュランへと変更する。 96号車はタイヤメーカーをダンロップへと変更する。2021年は65号車はドライバーはそのままにマシンを GT300 規定のトヨタグレーンスープラにタイヤメーカーを再びダンロップへと変更する。ありがとうございます。